始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは、26ページのですね、ポイントチェックの解説でございます。問題がですね、以下の括弧内にはそれぞれ権利能力、意思能力、行為能力や制限能力といったいずれかの用語が入ります。それぞれ括弧内に最も適切な用語を挿入して文章を完成させなさいというものです。これは、ごめんなさい、顔出しませんでしたね。すいません。これは、要するに、まずの、権利主体、自然人に関して考えるときに、能力という言葉がたくさん出てきますので、この能力の意味合いですね、これを理解してもらうということで、作っております。26ページの上に書いている、この言葉の意味ですね。これが分からない人ですね、27ページ、28ページ、29ページあたり見ていくとですね、これ中身の問題になりますけれども、どういったイメージが、一定のイメージができると思います。僕、授業でですね、これ学生さんに見てもらうとですね、大体の方はほとんど生きてますので、そんな問題ないと思います。はい、まず1番です。私の飼っている犬はとても可愛いと。だから、今度その犬にお小遣いあげようと思ったら、どうやら犬では、銀行に預金口座開設できないと聞いたと。これは犬にはと。権利義務の主体になることができないからですね。ということで、これ権利能力という言葉が入るわけですね。権利能力はないらしいと。ないかららしいと。それが2番です。私の父はというのは、これ誰、私って誰かというと、これ僕です。西原です。仕事帰りに泥酔して帰ってくるのだが、どこで拾ったのかしばしば犬を連れて帰ってくると。私の父はですね、よく酔っ払うと、僕のちっちゃい頃は酔っ払うとすぐ犬をですね、連れて帰ってきたんですね。で、先日も深夜犬を連れて帰ってきたのだが、翌朝ペットショップから請求書が届いたと。どうやら泥酔した父は24時間営業のペットショップで犬を飼ったらしいと。泥酔状態でペットの売買契約書も、それは何々がない状態であるために契約無効のはずだということですが、これをするに、判断能力がないということですね。意思能力がないと。意思能力がない状態であるために契約無効のはずだと。朝起きたら昨夜の話なんてすっかり忘れてると。だったら昨晩のことどうやってペットショップに説明したらよいのだろうかというような、こういう問題ですね。意思能力という言葉がいいと思います。はい、それから3番です。父が誕生日に買ってくれたゲームソフトは面白かったのだが、最近飽きてきたので中古ゲームソフト屋に売り飛ばしたと。なに、僕が小学生だからってそんなことできないと思っていれば本当は簡単さと思ったのもつかの間と。それが母に見つかってとうとう契約を取り消されちまったと。どうやら小学生の僕はまだ完全に、あれですね、行為能力があるというわけではないと。でなく制限行為能力者だというらしい、ということらしいと。チェイツマンネーノーということですね。それから4番、父が散歩していると突然野良犬に噛まれて怪我してしまったと。そして治療費に10万円もくそ、この犬を訴えてやる。でも犬って損害賠償義務を負えるんだっけと。負えるわけないよね。だって犬には、これ犬は権利義務の主体になれないということで、権利能力がないのだからということです。そんなに難しくないと思います。普段見てるとですね、皆さんちゃんとできますので、まずこの能力という言葉の意味ですね。これをしっかりと、理解した上で学習を、進めていくようにしてください。